いや本当にコメント一個もなかったら全然放送楽しくないですよね。いやそうなんですよ、放送させていただいてる側としても、はい、あこうやってねもうペプシマンさんが台曲がってますよって言ってくれてますから。確かに台曲がってる感じがしますね。カメラの位置ですかね、ちょっとずれてるような気がしなくもないですが、ペプシマンと言いながら地獄の三沢がアイコンというさあ木村選手のデッキはタイタンシフトっぽいですね、はい、ちょっと佐藤選手は手札が位置的になかなか見えないんですけど、ワンマリガン確かにちょっとそうですね、ちょっとずれてますね。うん、すみません、ありがとうございます。これは2回戦までにはきっと担当の方が、まあ、もう大丈夫です、もう今ガッツポーズしてますよ、任しとけとまあガッツポーズするんだったらね、最初から任せた方がよかったんですけどやったったぜ感、ね、出してくれてますけど、ありがとうございます。まあ、しばしねちょっとこのままお送りさせていただきますけども、ありがとうございます。さあ佐藤麗選手ワンマリガンですね佐藤選手は結構このデッキみたいなイメージがあんまりないんですよ。オールマイティで何でも使える。さあしかしちょっと手札に僕が嫌いな土地が見えたような。何ですか嫌いな土地。僕ちょっとモダンで嫌いな土地があるんですよねとある人物名がついた土地がすごく嫌いなんですけ ど、 なんか3種類ぐらいあるやつさあここで待機して、出ましたね。まあ、もうこれはお互いデッキがもう判明している状態ですかね、はい、1ターン目にアスエの探索を待機するデッキはだいたい赤緑バラクーとか、まあ4色バラクートみたいなデッキなので、またフェッチを切っていきます。だ木村さんの方のデッキはもうバラクートで決めに行く。そうですね、まあ、大体この辺の土地の持ってき方でデッキの色が何色かも判明するでしょう。はい、春上で、まあ、そうですね、春上まで打って、うん、もうこれで2色しかないんだったらもうデッキ全体が2色なんだろうと、はい。勝った矢佐藤麗選手の方はおそらく大量の無色マナを生んでエルドラジないし何かをもう叩きつけていくような形でしょうか。そうですね、ちょっとまだ全貌は見えませんが、さあどういった予想となるでしょうか。ライフは20対19、うん、さあ探検の地図から、さあウルザの土地をどんどん出していきます。佐藤選手ちょっとね一旦遅れた格好にはなりましたけど、まあ、近いうちにあの土地が揃ってしまうと、うん、まあ、ただ今回木村選手も1ターン目2ターン目とマナ加速を連打しているので、うん、最高速度に近いですね。これは木村さんは今のところもう文句なしの動きと。そうですね、さあトロンだーと盛り上がりも見せておりますが、はい、大阻止の人さ早速ドローに変えていきます、うん、ちょっとあれですね、手札がここでマナ加速してきたんですけど、つい、5枚目の土地が置けなかったので、はい、さあ長老を出してターンを返す。僕はあれなんですね、ミッドレンジと呼ばれるタイプのデッキが好きなんですけど、ミッドレンジのデッキは得てしてトロンに相性が悪い、だいたい相性が悪いんで嫌いですあくまで個人の見解です。そうです、はい、あくまで皆さんご注意ください一応ちょっとこのマッチに関しては多分タイタンシフトの方が相性がいいんではないかと、トロンの方がちょっと求められる前提がハードルが高そうですけどね。トロンが揃った上で土地を妨害しなきゃいけないんで、忘却石とかあんまりそこまで効果的ではないので、カーンですね、やっぱりカーンで土地を攻められればいいんですけど、はい、プレインズウォーカーのカーンでねどんどん追放していくと。これいいですね、ここで6枚の土地が引けたのではい、ここでフェッチをプレイ。さあここからどういう動きをしてくるか。もうタイタンシフトの6マナといえば、はい、さあ契約を打っていきます。召喚師の契約からここで緑タイタンをプレイしていきます。
佐渡中央を2枚持ってきますよ。そうですね、最近あれなんですね、もう毎セット毎セットウルザトロンを対策するようなカードがだいたい1セットに1枚ぐらい入ってるようなイメージなんですけど、それでもトロンは死なないという、もう恐ろしい出来ですね。本当ちょっと最近僕申し訳ないなと思ってたんですよ、はい、本当にトロンいつか絶滅してほしいとかで。いや、もう言葉どんどんひどくなって嫌いじゃなくて絶滅って言ってるじゃないですか。だから対策カードが出てて喜んでたんですけど、さすがにこんだけ出るとちょっと申し訳ないなって気持ちにもなってたんですけど、 それでもトロンはやっぱ勝つんで、やっぱすごいデッキだなと思いますよね。さすがウルザの名を持ってるだけありますよね。いや本当に強いデッキですね、もうこれからも、まあ、たまに土地がメタられて厳しい時もあるんですけど、基本的にはちょっとメタられたぐらいだと全然負けないんで、うん、強いデッキですね本当に。さあ佐藤麗選手、カーンをねちらっと少しばかり長く見て、ただちょっともうタイタンが出てしまったのでカーンで土地を追放するぐらいの動きじゃ間に合わないんで、まあ、まずはちょっとタイタンに攻撃を許した時点でせっかく消し飛ばしてしまった分も補充されてしまいますし、まあ、まずはタイタンを除去してしないと話は始まらない。さあタイタンを忘却石で対処していきます。さあただもうバラクートは2枚場に出てます、木村拓哉選手。ここは風景の変容でしょうか。はい、ここでも畳みました。まずは木村拓哉選手、見事1本勝ちましたね。風景の変容、まあ、今スタンダードでもね、はい、M19 にあるんで再録されてますけど、基本的にはもうこのデッキで使われるのが本命とされているソーサリーですけど、7マナ、4マナで土地を7枚生贄に捧げてバラクートと山6枚持ってくると、好きなところに18点、3点かける6回を飛ばすことができると。まあ、それでもゲームエンドみたいな。そうですね、大体あのモダンってフェッチランドと、ギルドランドで2点ぐらいは減ってることが多いんで、はい、7枚土地があると大体終わりで、8枚になるとバラクートバラクート山6枚になるんで、一気に倍になって36点入って終わりですね。そうですよね、結構ライフを支払うことが多いですもんね。ギルドランドフェッチランド1回も使用しないデッキってのは本当に限られてますからね。佐藤選手が使っているトロンであったり、はい、神話だったり。さあしかしサイドボードすごいですね。すごい最近のカードが見えますけど、何が見えました？殺戮の暴君が結構大量に入ってるような、なんか1枚とかだったら見るような気がしたんですけど、そんな大量に入ってました？結構いっぱい入ってるように見えましたね。4枚ぐらいあります、もしかしたら。いや、わからないです。そう、スタンダードでもね大活躍。いや本当に大活躍ですね。最強、史上最強の恐竜。正直ラブニカは出る前までは、まあ、なんか強いなと思ってたけど、そんなに目立ってなかったですね。そうですね、あんまり使われてなかったイメージですけども、ここ最近は本当に緑といえばというぐらいの、いっぱい入ってますよねやっぱりサイドボード。さあ佐藤麗選手はどういったサイドボードをしてくるんでしょうか。どうですかね、ちょっとこれは結構想定外というか、あんまり当たりたくないとこだったんですか、ね、かなと思います。まあ、サイドからのソーサリーをカウンターする2マナのカード、ちょっと名前が出てきませんけど、とかがあればいいですけど、次元の歪曲、そう、はい、あれがあればいいんですが、そういうちょっと狭いカードじゃないと難しいかなと思います、ね、あ、こっちじゃない、これじゃない、もう一個の方ですね、もう一個の方、すごい似てるやつ、マイナスさんの方でした、何でしたっけあれ、モードが3つあるやつ、はい、いちいちエルドラジオ出すかソーサリーを消す、あ、こっちです、あ、これ歪めるなです、ね、どっちも歪めてるんですけど、こっちでしたね。さあ対する木村選手は減衰球、いわゆる2マナのアーティファクトでウルザランドを封じる、はい、ありがとうございます。ウルザランドを封じたりコンボデッキを封じたりと、非常に幅広い、これが多分4枚入ってるように見えましたね。そうですね、歪んだなんとかとかね、歪んでる感じは皆さんあったんですね。いや、ありがとうございます、本当にカード名とかも言っていただけるとすごく助かります。助かりますね、ちょっと僕らの全てのカード名は全く持って、さすがに僕も放送だとあんまりテラとか言わないんですけど。本当ですか、 この前の放送では言ってましたよ、結構テラ。世界選手権っていう
トップオブトップの大会で、すいません、ペラーって言ってました。ちょっとね、これから心入れ替えて、もうテラーは古いかなと。いやいやいや、最近言われたんですけど、やっぱテラーそのものを知らない人が多いと。そうそう、僕逃走者やっててギリギリ知ってたぐらいですもん、本当に。僕ちょっと黒い除去は全部テラー恐怖っていうカードが昔あって、うん、で白い全体除去は全部ラスゴとか神の怒りとかいっちゃうんですけど。いやでもまあね、今後ねマジックやっていく長い上でね、おじいちゃんになったらやっぱそうなってくるんじゃないですかね。テラーテラーって言って通じればね。お、タイタンシフトはトロンの天敵だからなと。まあそうですね、本当にもうカーンが出せないと、まあ、逆にカーンが3ターン目にしっかり出せればいいんですが、テラーは昭和。風当たりの強さ。定期ですねこれは。そうですね、シャドウとか多分もう当院出てこないでしょうからね、普通のセットだと。そして白ければ全部パスでいいんじゃって。いやもう僕もうもっとザルなんで、ダメージの呪文は全部稲妻とか。ちょっとすみません、あんまね静かになってると我々の声が漏れちゃうんで、ちょっと笑わせないでください。そうです、今ちょっとあれなんですよ、試合中でちょっと比較的静かなので、静かなの、ちょっとね大きな声出すと手札も聞こえてしまうかもしれない。のちょっと笑ってはいけないにはちょっとまだ早いんで。はい、おもうちょっと木村選手の手札は見えますけど、もう絶好の初手に見えますね。いいですね、やっぱ初戦をねこう流れのいい感じで、ね、勝てるとね流れ乗っていけそうですからね。佐藤選手のデッキは、まあ、トロンはマリガン自体はすごく多いので、で僕は実際トリプルマリガンしたトロンに3回ぐらい負けたことありますし、はい、いやそれは絶滅しろって言いますね。そうなんです、本当にそういうもそういうトラウマが募りに募って絶滅しろっていう発言に、僕もそんな、ただ単に2回負けたから嫌いとかそういうんじゃなくて、いろんなストーリーがあるわけですもんね。そうそうそう、もう本当に数えきれないほどたくさんのストーリーがあるんで。さあトロンが1枚は見えますがキープしましたね。あれですね、あの色マナを変換するカードと古き物の活性もあるんで、はい、動けることは動けそうですけど、まあ、最高値ではないという感じですか。そうですね、できればまあトロン2種類ぐらいあるハンド、まあ、これは該当しますね。トロンをよく使っている人に聞くとやっぱ2種類はないとキープしない方がいいっていうのはよく聞くので、トロン AB かトロン A プラスサーチカードが最低限みたいな。そうですね、ヘイスト速攻ついてたら何でも立つよし。どん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 。じゃあ次回出るね新パックグルールはほとんど立つよしじゃないですか。そうですね、全員立つよしですね、はい、チーム立つよし。いやすごいな、キーワード能力は立つよしそのものみたいな。さあ2ゲーム目スタートしました。ちょっとね戦術が下だったんで、ここで戦術が上だと相当な確率揃うんじゃないかなと。さあここで先ほどの展開と同じように早速アスへの探索待機していきます。木村選手はもうほぼ100点に近い滑り出しですね。減衰球も手札にあります。お、しかし佐藤選手も、さあ佐藤選手、さあここ古き物の活性でライブラリー見ていきます。ちょっと今トロンランドはいっぱい見えるんですけど、パワープラントだけないですね、はい、多分マインタワーが2枚ずつあって、この5枚の中にもそれしかないと。魔力炉だけないと。さあしばし考えます。またあれですね、地図があるんでトロン自体はまた近いうちに揃いそうなんですけど、どのカードをピックするか。さあここは塔を取っていきます。うん、もう普通に一番マナが出る組み合わせですね。さあ探検の地図もう揃ってますよと宣言しながら行ったわけですが、ここであちゃーということで減衰球。
さあこれがいわゆるトロン対策カード、ひどいカードですよね。うーん、ウルザランドがせっかく揃っても全部1マナしか出なくなる。大量マナを出したいトロンのスピードを落としていきます、木村拓哉選手。うん、さあこういった妨害を踏まえて佐藤選手にプレッシャーをかけます。多分タイタンシフトっていうデッキはトロンじゃなくてどっちかというとコンボデッキ用にこの原生域をたくさん積んでると思うんですけど、これがトロンにもクリティカルすぎますね。もうストームにも効くし、そうですね、 KCI とかにも一応効きますし、アイアンワックス、これだいぶ佐藤選手は厳しい展開でしょうか。厳しいですね、せっかくトロンは揃ったんですけど、ちょっと減衰球はそもそも予想してなかった場合、うん、このマッチアップを、まあ、あの減衰球がタイタンシフトから出てくるっていうのを予想してなかったとすると、サイドから破壊するカードをあんまり入れてないと思うので、うそうするとあのカードを破壊するためには忘却席で3マナ5マナっていうステップが必要になる。それかまたカーンとか、いずれにせよ膨大なマナが普通に必要になるので、トロンの力なくちょっと悠長で、その間にも木村さんはどんどんプレッシャー上げてきますからね。さあここで汗の探索の待機が明けます。木村選手はまた展開が本当にもう極上ですからね、手札もフィニッシャーもありさらなるマナ加速もありっていう風に見えたので、木村選手は佐藤選手マウント取ってる感じでしょうかね。もうそうですね、ミッドレンジにトロンがなぜ強いかというと、多少土地を壊したり、はい、血染めの月とかで妨害したとしても、その間に殺しきれないから結局トロンがその対処法が間に合って逆転するっていうのがほとんどなんですよね。ただタイタンシフトはそういうのを許さないので、殺すスピードが速いんで、はい、まあ、実際もう次のターンには原始のタイタンが降臨しようとしてますが、まあ、そうなると原始のタイタンの次のターンには絶対死ぬんで、もう本体が死んでしまうので、はい、もう逆転する猶予を与えない、まあ、これがやっぱミッドレンジとコンボデッキの大きな違いですね。少しの妨害が全く違う結果を生む。さあキーカードでもあるバラクートが出てきます。さあ減衰球のおかげで悲しく1マナ、うん、さあ回答を探しに行くも、まあ、トロンの生命線であるマナが全く伸びません。そうですね、トロン自体は揃うことができるんですけど、はい、この盤面の真ん中あたりになる丸っこいやつが邪魔してるわけですね。そうですね、トロンの力をすべて奪っている。うん、本当にミッドレンジとか減衰球入れたぐらいじゃ全然勝てないんですよね。もう忘却席8マナとか普通に間に合っちゃうので、はい、うん、コンボだからこそのこの減衰球がものすごい効いてる。そうですね、効いてますね。時間稼ぎに大きな意味がある。うん、思考囲い、さあフィニッシャーが少ないといいんですが、スペル全てが強いですね。タイタンシフトにありがちな負けパターンとして身を引かないっていうのが結構あるんですけど、はい、ちょっと今回木村選手の手札はそれとは無縁でしたね。うん、もう具しかない感じですね。そうですね、でマナもしっかりあるので、はい、タイタンシフト風景の変異を召喚しの契約、一応タイタンを落とすと、召喚の契約からタイタンって動くときに減衰球が引っかかって次のターンには出せないんで、はい、少し減速はしそうですが、
佐藤選手からしてみたら今の思考がこれでちょっと手札強いなみたいな感じですかね。うん、そうですね。ちょっとフィニッシャーが多分できれば他になければいいなといったところだったんですが、さあしかも今の囲いで地味にライフが18になっちゃったんで、さっき言ってた通りの、そうなんですよね、18点が、はい、20点だと風景の変容で勝つためには土地が8枚いるんですけど、18点だと7枚で足りちゃうんですよね、うん、さあ佐藤麗選手、バンジキュースか、さあ木村拓哉選手、好スタートを切りそうだ、さあどうだ、うん、エンドしましたね。ちなみにこの佐藤麗選手、逆転のプランはあったりするんですか、こうなった場合には。いや、もうかなり厳しいですね。減衰期を割るのに基本的には一旦費やすことになると思うんで、トロンが揃った上でなおかつ割るプラスアルファってなると相当前提が厳しいです。手札4枚ぐらい使ってようやくみたいな。まあ減衰期を破壊するカードプラスカーンとか動ければまだ少し目はあるかなと思うんですけど。ただまあここまでの動きを見る限りそれが揃ってるとは到底思えないですよね。さあまだここは諦めずに何か活路を、ね、見出したいですけども、さあ7枚目の土地、さあ先ほど話してたソーサリーをカウンターするカードとかもちろん多分考慮してると思うんですけど、それを踏まえた上でどれが一番逆転されづらいか、さあ歪める嘆きをケアしながらのプレー、契約から、さあバラクートバラクートバラクートと、まあ、佐藤選手の場合も緑マナもないんでエンド前に減衰球が割れることもほぼほぼないので、まあ、これが多分一番盤石かなと思いますね。さあ古き者の活性でカードを探しに行きます。さあここで暴虐席、はい、ここでゲームが終わりましたか。そうですね、佐藤選手がここで投了と。見事木村選手初戦を勝利しました。なんか何もさせなかった感がすごいですね。そうですね、もう本当に完璧でしたね。